アンガバ湾。西側はアンガバ半島。東側はトーンガット三脈。アンガバ湾はカナダ北東部、ラブラドル半島北部にある大きな湾でヌナビック地区とバフィン島とを隔てている。湾岸はケベック州に属し、ラブラドル半島の北東部に半円状に切り込んでいる。東西の幅は 180km、面積はおよそ3万3000平方キロメートル。 水深は比較的浅いが、ハドゾン海峡に面する湾の入り口付近は水深300メートルに達する。湾内には多くの島が点在している。その中でも最大の島は湾港中央部にあるアクパトク島である。アクパトク島も含め北緯60度以北の島はヌナブト淳州に属し、それより南の島はケベック州に属する。大西洋へは ハドソン海峡を出て、すぐの場所にあるが、アンガバ湾周囲は、冬季の気候が非常に寒く、アンガバ湾も北極海の一部と、一般的には見られている。ラブラドル海流の影響により、夏は涼しい風が吹き樹木の生育には適さず、湾周囲はほぼ木のないツンドラである。アンガバ湾に注ぐ体がク葬アク川を、河口から5 0トル遡ったところにある、ヌナビック最大の集落。 空地悪では、夏の気温はおよそ摂氏7度で、冬はマイナス20度になる。年平均降水量は400ミリメートルから450ミリメートルで、そのほとんどは夏に降る。アンガバ湾の海岸にはいくつかのイヌイットの集落が点在する。最大集落は、国祖悪川川口近くの空地悪で、ヌナビックの行政中心地でもある。過去には、 鉄鉱石の交渉が見つかり発掘されていたこともあったが交渉の品質の高さにもかかわらず輸送手段が高くついたため20世紀初頭には放棄された。イヌイットによる伝統的な資料が今でもこの地域の暮らしを支えその他冒険を目的とした観光業も行われている。アンガバ1の南西宮はノバスコシア州とニューブランズウィック州の間のファンディワンと並び 潮の緩慢さが世界有数である。いくつかの調査では、リーフ川川口で、春季の干潮と満潮の海面差は17メートルを記録したという。湾に超積力発電所を作ろうという案もあるが、厳しい気候、及び湾が氷で覆われていない時期は1年の、ほんのわずかしかないということから、実現は困難と思われる。ありがとうございます。